任天堂ゲームキューブ。2001年に任天堂から発売されたゲーム機である。栄光続きの任天堂ハードの中ではどちらかといえばマイナー路線に入るゲーム機であり、お世辞にも大成功と呼べるハードではなかった。しかしマニアの間では失敗ハードと呼ばれる反面、非常に出来の良いハードであったという意見も出る両極端な評価があるハードでもある。今回のゲームグラフィック TV はこの任天堂ゲームキューブを見ていくことにしよう。1996年に鳴り物入りで発売されたものの、慢性的なソフト不足とロムカートリッジでの供給による価格の上昇など様々な要因が重なり、残念ながら大成功とはいかなかった任天堂64。任天堂ゲームキューブは任天堂64の失敗を顧み、それらの問題点を改善して作られることとなった。1998年、任天堂64開発時に提携先のシリコングラフィックス側のスタッフが独立してできた TOEX というグラフィックチップに特化した会社と提携、プロジェクトドルフィンとして任天堂64の後継機開発がスタートした。媒体は任天堂の単独ハードとしては初となる光メディアを採用、DVD をベースに独自企画を追加したものとなった。開発は任天堂とパナソニックが担当。これまでの任天堂ハードも他社の協力を得て作られてはいるが、複数社が表立って名前を出すことは珍しいものであった。ファミコン以前には三菱電機、ファミコンの時はリコー、スーパーファミコンではソニー、任天堂64ではシリコングラフィックスとどちらかといえば1対1な関係であったわけであるが、ゲームキューブでは最初の段階でアート X、パナソニックの名前が出た珍しいハードともいえる。ゲームキューブ開発中、提携先のアート X がグラフィックボードなどで有名だった ATI に買収されたことで、アート X に代わり ATI がその陣営に加わることになり、さらに CPU を IBM から供給してもらうことで、今見ればかなり豪華な布陣になったといえる。スペックであるが、CPU にモトローラー、Apple コンピューター、IBM が共同開発した PowerPC750CEX をベースに、IBM が魔改造ではなくカスタムを施したゲームキューブ専用プロセッサ、月光を採用。メモリは安いが高速であった MOSIS のワントランジスタ SRAM24MB。 グラフィックチップにはフリッパーと呼ばれるアート X 製作のチップを採用。途中で戦術した通り ATI に買収されたことで ATI の名前がデカデカと宣伝されることになるが、もちろん当時の ATI 製グラフィックチップとは全くの別系統である。媒体も
戦術した通り光メディアを採用。過去に任天堂64用に後付けの 64DD を発売した実績はあるが、単独ハードとしては任天堂初である。 DVD をベースとしているが、独自仕様にしすぎたおかげで DVD ビデオを見ることはできず、あくまでもゲームプログラムの読み込み専用である。容量は 1.5GB。 ゲームキューブ最大の特徴といえるのがコントローラー。独特のスタイルを持ち、過去に好評であった任天堂64のサンディースティックを発展させたものである。持ちやすさや重量にもかなりこだわって作られたらしく、現在でも高い評価を誇る。その裏付けとして Wii、WiiU、Switch と現行ハードに至るまで毎回復刻され、それなりに売れた名コントローラーである。ゲームキューブはコントローラーばかりでなく周辺機器にも力を入れており、過去ハードとの互換性も考えられた。それがゲームボーイプレイヤーであり、ゲームボーイからアドバンスまでのソフトがテレビでプレイできる。ぶっちゃけスーパーファミコン時代に発売されたアタッチメント、スーパーゲームボーイのゲームキューブ版であり、極端な言い方をすると、電源と映像出力、コントローラーだけをゲームキューブから曲がりし、それ以外はゲームボーイアドバンスが丸ごと入っている周辺機器である。今ではあまり見かけなくなったが、一昔前だとハードオフなどでゲームボーイプレイヤーがついたままのゲームキューブが結構な数流通していた。任天堂ゲームキューブは任天堂歴代ハードの中でもかなり売れなかった商品であり、大失敗と言われた任天堂64よりも出荷台数が少ない。日本国内では404万台と、過去の任天堂ハードと比べると相当悲惨なものであった。とはいえ、後継機の WiiU が日本では334万台と、さらにひどいものだったので、最低とまではいかず、逆にえらく中途半端な印象となってしまった。しかし任天堂ゲームキューブが進化を発揮するのは、モデル末期以降である。ハードオフなどに、数えるのも嫌になるほどの大量のゲームキューブが陳列。しかも、ジャンクコーナーにである。そのほとんどが実動品という凄まじさで、500円でもなかなか売れないというかわいそうな状況であった。スーパーファミコンの頃からそうなのであるが、任天堂ハードはやたら頑丈で、そう簡単に壊れない。その中でも、ゲームキューブはぶっちぎりで頑丈とマニアの間では語られており、ゲームキューブで頭をぶん殴って人を殺せるとか、殴っても破片一つかけないといった、半ば都市伝説じみた頑丈さを持っていた。そのあまりのタフネスぶりから、ドンキなどとも呼ばれることがあったほど。今はだいぶマニアの手に回ってしまったのか、市場にあまり出てこなくなり、かなり価格も高騰している。そんなハードオフジャンクコーナー選挙時代をリアルタイムで経験しているゲームグラフィック TV スタッフなので、現在の4000円5000円で取引されているゲームキューブを見ると、うわーたけと思わず声に出してしまう。まあ感覚が麻痺しているのかもしれない。ゲームキューブはハードこそ大成功とはいかなかったが、ソフトは小粒ながら面白いソフトも多数存在していたものの、任天堂64時代からの暗黒時代の尾を引いており、ファミコンやスーパーファミコン時代のように社会現象を起こすほどのゲームは誕生しておらず、これは現在に至るまで続いていると言ってよい。驚異的な出荷台数を現在も伸ばし続けている任天堂スイッチですら、ファミコン、スーパーファミコン時代の熱狂ぶりから比べるとかなり冷めた状況であると言える。これは任天堂がどうのこうのより、ゲーム業界全体が盛り下がっていると言った方が良いのではないだろうか。ゲームキューブ時代、
ライバル関係であるセガ、ソニーも販売面でかなり苦戦していた。ゲームキューブはまさに任天堂のどん底時代に登場した悲運のハードだったと言えるかもしれない。良いハード、良いソフトが出ても昔のように社会現象を起こすほどのパワーがない日本ゲーム産業崩壊の始まりのハードだったのかもしれない。